はい、どうも皆さん、明けましておめでとうございます。はい、今年ね、一発目の黒いの部屋です。どうも明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、てなわけで、今回はですね、黒いさん、早速、ちょっと眠そうですね。大丈夫ですか、黒いさん。大丈夫。はい、今回はね、黒谷さんのために猫用のおせちっていうのがあるらしいんで、まあ、これをね、黒谷さんにプレゼントしたいなと思うんですけど、黒谷さん眠そうですね。もう寝そうですね、黒谷さん。まあちょっとね、開けてみますか。このにゃんエマ猫用、これになんか猫用のおせちが入ってるってことですね。で、なんだろうこれ。割と乾燥タイプが多いのかな。これだけちょっとエアパッキンに入ったお魚ですね。ちょっとこれを飾り付けしてみたいと思います。飾り付けって言ってもなんですけど、煮干しからいっか。食べるか。どうだ。食べるね。煮干しは食べる。で、乾燥のエビ。俺正直これ食いたいわ。お、来た。ちょっとまだ飾り付けしてるんですけど、食べたいのかな。ちょっとまだ飾り付け中です。あー、崩れた。あー、落ちた。あ、ベタベタする。これベタベタする。あー、それまずちょっと置いた瞬間に食わないでくれ。ちょっと置いた瞬間食わないで。ちょっと待って。もうボロボロだよ。はい、あー、もう適当に、はい。あと、今年馬年らしいんで、これ馬のなんか、牛のなんか、この首につけるやつ、これつける。あ、つけない。はい、バイバイ。あ、代わりにこっちにつけるか。あ、ちょうどいいじゃん、これ。マスクみたいになってね。はい、できました。はい、猫用おせち、どうだ、黒井さん。食べる。すげえ顔してんね。で、とりあえずおせちは完成したんですけど、この猫用エマを願い事を書けるらしいんで、ちょっと書いてみますね。
はい、書きました。もう食うね。はい、健康第一。はい、健康が一番です。健康第一ですよ、クレさん。めちゃくちゃ食べてんな。もう満足か。はい、というわけで、今回はね、このニャンエマ猫用に入ってる猫用おせち食べてもらいました。一応なんかね、煮干しとか、あとまあこの乾燥したエビとかはね、ちょこちょこ食べてくれましたね。で、あと願い事、健康第一ということで、はい、今年も僕とクライさんは、健康に気を使って、生きていこうかなと思います。はい、てなわけで今回はこんな感じで、ではまた皆さん次回会いましょう。バイバイ。MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。 MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録のお願いいたします。リンクの方はこちらとか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 、あとは下の概要欄、概要欄にもですね、リンクの方貼っていると思いますので、ぜひご登録の方お願いいたします。どん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  ありがとうございます。